はい、皆さんこんにちは、チャレさんです。はい、今日はね、一発でエンジンかかって押しかけせずに済んだ、よかった。昨日乗っといって思ったからね。はい、ということで今日、祝日ですね、11月23日。はい、ちょっと今ねカメラのセッティングをして、はい、短期中です。今からちょっとねこう散歩、昼から、今ね時間が11時ちょうどです。はい、ゆっくりめのスタートでちょっと軽く流してこようと思います。はい、ガソリンを積いております。はい、よくですね、昨日ね帰りにちょっと雨パラついてたんでガソリンスタンド寄れずにもうそのまま帰っちゃいましたので、今日は出発前に給油です。入った量は 15.2 です。はい、燃費の方を計算したらね 18.3、昨日ねアイドリングずっと高くしてたのでちょっと燃費悪かったですね。はい、改めてね、ガソリンを積みましたのでスタートしたいと思います。時刻はね11時20分になってしまいました。はい、お昼前ですね。はい、そして、ちょっとね雲行きが怪しくなってきた。天気予報では今日は終日雨が降らない予定だったんですけどね、予報なんですけど、山のあっちの山の方はやめようと思います。はい、もう今日はね軽いお散歩なんで、はい、っていうか乗らないと、エンジンかかんなくなったりしたんで、ちょっと1ヶ月乗らなかったのちょっと反省してですね、昨日も乗りましたが今日も乗っておこうということで半日ほど、はい、昼前からちょっと、スタートです。でね、どこ行こうかなと思って考えたんですけど、この辺に画像を貼っておこうと思いますが、ね、柳内に、山口県の柳内に、広域農道があって、そこの名前がね美乳ロードっていう、柳内美乳ロードって呼ばれてるらしいんですよ。でこれ、僕知らなかった道路で、実を言うと、あのペラペラペラって何気なくこうツーリングマップをめくってると出てて、でなんだこれと思って、走ったことねえ道があるじゃんと思って、すっげえ近くにと思って、ちょっと今日そこをぶらりと流してみようかなという感じの趣旨で走ってます。これかこれならね近くだからね、昼からぶらりと行ってこれる距離だと思います。そんな感じで今日走っていきます。で一応ルートは、バイパスを走って、アジナから裏道を抜けて、渡之瀬ダムの方を回り、そして、久我の方へ向かってね行こうかなと思います。大竹まで出て久我の方へ向かって行こうかなと思います。はい、いわゆる2号線の渋滞回避の裏道ですね。はい、これを通って、行こうかなと思います。はい、県道30号線から渡之瀬ダムの方へ向かってね曲がっていきました。はい、こっち経由で、久我の方へ向かって大回りをしていこうと思います。渋滞ないからねこの方がね楽なんだよ。多分2号線を混んでるより、混んでる2号線を走るよりも、アジナのあたりからね、あの県道30号に入ってね、こっちの渡之瀬ダムの方を回って大竹に出た方がね楽しいしね、道路もね快適だしね、渋滞ないからいいと思うの。ただし、今日はまだあったかいからいいんだけど、寒くないからいいんだけど、これからの季節はちょっと辛いよね。というね、冬になると使えないコースではあるけど、まあ車の量も少ないからね、ほどほどワインディングもあって、まあこういう、でもこういう道嫌いっていう人もいるけどね、僕は全然平気なんだけど。見える？これマップ、湖のそばをずっと走ってるの、これね渡之瀬ダム。こんなとこばっかり走るからフロントのタイヤがとんがっていくんだよね。危ねえこのバカ野郎。
車で攻める道路じゃねえぞ本当にもう。はい、渋滞を回避して渡瀬ダムの周りをなめてですね、今大竹の前出てきました。2号線を使わずにね、明日にあの大竹の街が見えてきています。はい、ここからね、久我の方に向かって、あの大竹からね久我の方に向かって走っていこうと思っているわけですけれども、まっすぐまともに2号線とか188号線かを使うつもりは全くないのでございます。はい、久我のねセブンイレブンで、インターンすぐそばのセブンイレブンで1回休憩をして、再スタート、します、今からね、柳井のビニューロードの方に向かっていきたいと思います。ちょっとね走ったことがないのでちょっとよくわからないんだけど、イメージで言うと海岸沿いの道路より1本山手側にある広域農道みたいなんですね。なので、柳井側から逆走の形で、走ってそのまま帰ればいいんじゃないかなと思って、そういうルートで進んでみようと思います。どうやらなんかこれが柳井ビニューロードなのかな、なんかこう農道っぽいところに入ってきました。なんかね Google マップ任せなんでよくわかんないんですけど、なんかこうそれらしい道路のような気がします。はい、どうなんだろう。あ、でもなんかそれっぽい気がしますね。こう、何にもその柳井ビニューロードのある標識も看板もないのでわからないんですけど、なんか広域農道っぽい、道路、確かに道路です。はい、快適な道路です。あ、なんか気持ちいいよ。でも、うん、気持ちいい道だね。うん、あ、バイク走ってる。はい、いただきました。あ、でもどうもこれっぽいね。飛ばしちゃダメですよ、こういう道路を飛ばすと。あ、はい、すぐ通行止めにされてしまいますからね。でもこれ、あ、いいよ、いい道路だ、いい道路だ。うん、柳井ビニューロード、美は美しいという道路だな、字になってましたけどね。はい、全長何キロあるんだろう、よくわからんけど、なんか入り口もよくわからなかった。うん、柳井側のごめんなさい、地図で調べてください。なんちゃらかんちゃら古墳って書いてある。眼下には柳井港が見えたりします。あそこから、松山駅のフェリーも出ます。あ、みかんがなっている。うん、程よく緩やかな快適な、ワインディングと信号のない広域農道の特徴ですね、これはね。でも山ん中じゃなしに、この海沿いっていうかさ、市内のすぐ上んとこにこういう広域農道があるっていうのも珍しいね。うん、あ、柳井ビニューロードって書いてある。あ、ここパーキングなんだ。ちょっと寄ろう。あれ、ここに止まってる車の方々はどこに行ってらっしゃるんでしょうか。よくわからないですけど、はい、ちょっと待って、こっちに止めようか、眺めがいいから。
はい、どうもここが柳井ビニューロードのパーキングらしいです。ここに柳井ビニューロードって書いてある。はい、眼下に柳井港が見えて、はい、へえ、ここなんだ。ちょっとエンジン切って写真でも撮りましょうか。はいはい、やっぱりこの道が柳井ビニューロードでした。はい、今琴石山パーキングっていうところでね、写真を1枚撮って、下っているところですけれども、はい、確かに快適な道路で交通量もなくて、いいですね。バイクでまったり流すには非常に快適な道かもしれません。いやー、これ広めちゃっていいのかね。これこう右側はね、ちょうど柳井の海でね、もうちょっと行くと大島も見えてくると、諏訪大島も見えてくると思うんだけど、はい、これは本当になかなかいい道を見つけました。もうちょっとね、天気がね晴れてれば言うことないんだけどね、ちょっと今日天気が曇りがちでいまいちですけど、なかなか右側にオーシャンビューが見えながらの快適な道路です。はい、おすすめおすすめ。ここら辺だったら雪も降らないから寒い季節でも流していいかもしれない。大島とかさ、あの辺走るのもいつも定番なんだけど、たまにはやっぱり上関とかさ、大島を過ぎてこっち側に来るっていうのも一つのツーリングプランとしてありだよね。あー、そこに大島大橋見えてきましたね。はい、もうその辺まで帰ってきてるんだね。まあ近いからね、大島 の渡り口から柳井までの間は。ただこれ調子乗って飛ばしてるとおまわりさんとかふっと出てきそうだから気をつけないとね。山口県はね、危ないからね、そういう意味では。でもこれほんと車走ってないし、こんないいところもったいないね、人が使わないっていうのは。まあ俺らバイカーにとってみるといいんだけど、うん、はい、ちょっと知らない道を走りに行ってみよう。大成功ですね今日は。柳井ビニューロード、はい、なかなかに快適な、道でございます。下手なワインディングより気持ちいいよこれマジで。うん、どっから入るのか、出たとこよく見とかないとね、それがこう問題だよね。これだって大島渡ってオレンジロード走るよりこっちの方が気持ちいいかもしれんよはい、大畑の駅の方に向かっていくのかな。お、ここ180度展開か。はい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 、あのまま行くとどこに出るんだろう、よくわからないけれど、まあとりあえずナビが示す通りに降りていこう。山口銀行、橋を渡ってすぐの山口銀行、ジョイフル山口銀行、ここの橋を渡ったとこから上がっていくとよかったみたいです。はい、今度は逆にこっち側から走ってみましょうね、今度はね。はい、今日じゃないけどね。はい、という感じで柳井ビニューロードを走りました。はい、いかがだったでしょうか。また、こういう、近場で走ったことのない、快適な道路を見つけたらまたご紹介したいと思います。ということで今日の動画はここまでにしましょう。またね、バイバイ。